こんにちは、わたるでございます。私、以前パスポートについて動画を公開いたしました。こちらが私の本物のパスポートですが、このパスポートはもちろんですけれども、身分証明書として十分使えますよね。ですが皆さん、運転免許証などとはちょっと違うところがあります。このパスポートの正式な名前は日本国旅券と言いますが、パスポートの一番後ろに住所を記載する欄があります。その住所を記載する欄というのは手書きで書くことができるんですけれども、例えば運転免許証で現住所が変わった際は必ず警察署に行って住所の変更を手続きしなければなりませんよね。ではこのパスポートは現住所が変わった際にパスポートセンターで住所の変更をしなければならないのかと言いますと、全くその必要はありません。住所が変わった際は二重線を手書きで引いて、その下に新しい住所を書けば済みます。つまりたとえ住所が変わったとしてもパスポートはそういった手続きは一切いりません。私、昔勘違いしてそれでパスポートセンターまで行ったことがあるんですよね。そしたら受付の人にパスポートセンターでの住所の変更はしておりません、住所の変更があった際は手書きで OK ですという回答でした。なので身分を証明するものとしては非常に有効性が高いですが、しかし住所を勝手に変えることも実はできてしまいます。なので日本国内で例えば警察官に職務質問された際は、できれば運転免許証ですとか、あとは最近でいうマイナンバーカードですね、そちらの方が身分を証明するものとしては有効性が高いというふうに思います。ですので皆さん、もし住所が変わったとしてもわざわざ手続きはいりません。手書きで十分です。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。わたるジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。